四国の方は7時33分回りました。寺谷一輝の医療どうなる？このコーナーは大阪府保健医協会の提供でお送りします。今日も大阪府保健医協会の理事長で大阪市内の旭区で開業されています。宇都宮武弘さんにお電話がつながっています。宇都宮先生おはようございます。おはようございます、えー、先週の放送の最後にね。 明日十三日土曜日に大阪弁護士会と共催でマイナ保険証の問題に関するシンポジウム開催というご案内をいただきましたけれどもリスナーの皆さんからも毎週このマイナ保険証に関わるご自身の経験談たくさん来ていますちょっとご紹介します、えー、神戸市北区の五十二歳の女性の方月に一度兵庫区にある町のお医者さんに認知症の母を連れて行ってます 今月、突然マイナンバーカードと健康保険証の両方の提出を求められました。理由は本人確認のためと言われました。ご近所で十数年来のお付き合いで顔なじみなのに、来月は必ず持ってくるようにと母も含めみんなに強制しています。もう健康保険証だけでは受診できなくなったんでしょうか。 他の病院では健康保険証かマイナンバーカードの一点提示で OK だと言われましたがそこの病院だけどうしてマイナンバーカードが必要なんでしょうか国からの補助金が目当てとしか思えませんどうしても本人確認が必要というなら来月は戸籍謄本を持参でいこうと思いますっていうこれ1つとあとこれは兵庫県赤穂市の女性の方ですね昨日調剤薬局に行ったところ薬剤師さんから マイナンバーカードをお持ちですかと言われて、いいえと答えました。薬局でどうしてマイナンバーカードが必要なんでしょうかって。こうした声、宇都宮先生、保険協会の方にも来てるんでしょうかね。どうでしょうか。そうですね。最初の方の補助金目当てというお話は、はい、実際ある医療機関で受付の方がマイナンバーカードお持ちですかと尋ねたところ、うん、マイナンバーカードで受付したら、 お前ら10万円もらえるやろうと怒って、マイナンバーカード投げつけられたという事例が届いています、うんうん、お、それはまたすごい話ですね、うん、はい。調剤薬局のお話の方も、うん、まも、今までクリニックで出された処方箋を持って調剤薬局に行って、一度も健康保険証の確認なんて言われたことがないのに、うん、今月、急に言われて、マイナ保険証に登録することを勧められたという話も来ています。うん、基本的には クリニックで健康保険証を確認して患者さんに処方箋を発行しているので薬局でマイナー保険証でないと薬は出せないということはありえません。うん 実際こうした行き過ぎた大手薬局のやり方に納得できずに抗議した方に大手薬局が謝罪文を出したという報道が6月の初めにありましたああありましたね記事ありましたねマイナ保険証がなくても受付が可能でございます誤解を招く説明だったという趣旨の内容だったみたいですねはい。マイナ保険証の利用率が上がると、うん 医療機関や薬局には補助金の申請をしなくても自動的に補助金が入る仕組みになっているんですね、うん、コロナの時には発熱患者さん診察したり検査をした医療機関にやはり補助金が出されましたが、はい、自動的には補助金は入れませんでした、うん、逆に申請期日までに申請しなければコロナの患者さんをいくらたくさん見ても補助金は出な,出なかったんですね 医療機関が補助金目当てでマイナ保険証を求めているような SNS の投稿も身にしますが、はい、実際には診療に何の関係もない行為になぜ自動的に補助金が払われるのかこうした国のやり方に怒っている先生は多いんですなるほどねドタバタが続いているマイナ保険証ですけれども今月の初めに政府の社会保障制度審議会で マイナ保険証の利用率が上がらない問題、あるいは以前お話があった電子証明書の有効期限、つまり更新の申請を忘れていた場合の対応が議論されていましたですよ、ねはい、マイナ保険証はマイナンバーカードの IC チップにある電子証明書ですが、はい、この有効期限は5年で更新が必要です。うん、これれをを忘たた方の問題を以前お話ししましたが、はい えー、国の方も大きな問題として受け止めているようですなるほど、まあ、気になる話題いっぱい出てきますけれども、こうした問題取り上げたシンポジウムを明日開催っていう、先生そういうわけですよねねはいそうです、ね、明日午後2時から大阪弁護士会館で行います。うん 関心のある方は、はい、ぜひ大阪弁護士会のホームページをご覧いただければと思いますなるほど大阪弁護士会で検索をしてホームページを見るということではいわかりました先生どうもありがとうございました失礼します,失礼します まあでもね、はい、このコーナーにもいろんな声来てますけれども、皆さんのそうした声をまたね、我々も届けていきたいと思ってますので、どんどんよかったらこの番組、このコーナーにお便りください。あっきメッセージの宛先をお願いします。はい、まずメールアドレス、はいま、maido.jocr.jp すべて小文字です。maido.jocr.jp J. O. C. R. ドット J. P.。そしておはがきは郵便番号六五零の八五八零。ラジオ関西寺田美月の毎度毎度宛までお願いします。マイナ保険証に限らずね。はい、身近な皆さんの医療に関する問題。これが疑問ということもどんどんぶつけてくださいね。毎月抽選で五人の方に千円分のクオカードが当たります。メールは今日のテーマ夏のお楽しみにも使えますし。 はがきは今月の月間プレゼント、金プラ油の応募にも使えます。ダブルチャンスです。メッセージをお待ちしています。